リンゼイ・ヒルサムはイングランドのテレビジャーナリスト、著作家。彼女はチャンネル4ニュースの国際ニュース編集者であり、サンデータイムズ紙、オブザーバー紙、ガーディアン紙、ザニューステイツマン紙、グランタ紙などに定期的に寄稿している。彼女の父であるシリル・ヒルサム教授は現代の液晶ディスプレイ技術の基礎を生み出した研究によって知られた物理学者であった。リンゼイは ウスターの女子グラマースクールを経て、エクセター大学に学び、フランス語及び、スペイン語の学位を得て卒業しており、彼女はフランス語にもスペイン語にも堪能である。リンゼイヒルサムは、チャンネル4ニュースの国際ニュース編集者である。過去20年ほどの間の主要な戦争や、紛争の取材に当たっており、イラク、アフガニスタン、コソボ、イスラエル、パレスチナなどに赴いてきた。 2011年にはエジプト革命やバーレーン騒乱、ラン、リビア内戦を取材した。また彼女はイランやジンバブエを長く取材しており、2006年から2008年にはチャンネル4の中国特派員を務めた。2004年にアメリカ軍がイラクのファルージャを攻撃した際には最前線の海兵隊と行動を共にし、1994年にルワンダ虐殺が始まった時には、 現地にいた唯一の英語圏のジャーナリストであった。ジャーナリストになる以前の彼女は当初はラテンアメリカでついでアフリカで国際援助の仕事に就いていた。彼女の最初の著作サンドストームリビアインザタイムオブレボリューションは2012年4月にイギリスでフェイバーフェイバーからアメリカ合衆国では2012年5月にペンギンプレスから出版され、 ガーディアンがみが選ぶ2012年のガーディアンファーストブックアワードの候補作の一つとなった。彼女は2004年にエセックス大学から名誉博士号を授与されており、さらに王立テレビジョン協会のジャーナリスト・オブ・ザ・イヤーやジェームズ・キャメロン・アワード、ワンワールド・ブロード・キャスティング・トラスト・アワード、アムネスティ、ボイス・オブ・ザ・ビューワー・アンド・リスナー、ザ・ チャールズ・ウィーラー・アワードなど数多くの賞を受賞している。2017年には世界中の紛争や不平等の問題を取り上げ続けてきたことに対して王立地理学会から金メダルを贈られた。ありがとうございます。